改札口ホーム。反応方より池袋方を望む原価値駅は埼玉県入間市の田にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は SY25、SI。敷地は入間市と反応市にまたがっている。前身は1918年開業の火事に扱い所で1926年に旅客も扱う一般駅として営業を開始した。 西武鉄道の会社要欄では、旅客営業を開始した1926年4月3日を開業日としている。なお、昭和2年版の鉄道省、鉄道停車場一覧では、二月会所として開業した1918年11月12日を開業日としている。また、地方鉄道駅設置並駅名解消。 官報1926年4月6日では、原価値駅営業開始を、武蔵藤沢駅と同時にとしている。島式ホーム一面2線を有する地上駅。無人駅時代は、インターフォンで、隣の反応駅の駅員と会話ができるようになっていた。かつては、駅の南側に、貨物ホームがあった。駅舎は、線路の北側に立地し、 改札横にはお客様案内カウンターが設置されている。トイレは駅舎内にあり、多機能トイレを併設する。駅舎とホームとの間は古戦橋で連絡しており、エレベーターも設置されている。福都新線直通列車は2013年3月16日実施のダイヤ改正で、日中は当駅に停車しなくなった。このため、 日中時間帯に当駅から福都新線方面へ乗降する場合は、途中の小手差し駅などで乗り換える必要があり、該当する列車には、接近時に流れる放送でその旨が伝えられる。なお、該当する時間帯には福都新線経由東急東洋湖線、港未来線直通の快速急行が運転されているが、当駅に停車する列車はすべて西武線池袋駅、発着のみである。 2020年度の1日平均乗降人員は4610人であり、西武鉄道全92駅中76位。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り、池袋線の急行停車駅としては利用者数が最小である。2009年度までは東久留米駅と同様に微増傾向が続いていた。2009年度統計では、 所沢反応館の駅では当駅のみ唯一増加している。古戦橋から駿河大大学のバス乗り場を見る。ありがとうございます。